はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。はい、今日はこちらでございます。お絵かき心理テスト2、やっていきたいと思います。お願いします。前回ね、お絵かき心理テストの、まあ、1ですかね、やりましたので、ぜひその動画を見てください。はい、来ました、お絵かき心理テスト2、2が、漢字の2っていうね。あ、なるほどね、おしゃれだね、おしゃれです。はい、花丸を描いてみて。はいはいはい、はい、いきます。回答する。はい、何ですか。あなたは丸々かも、何。花びらが大きければ大きいほど心が、おっさんはおばさんです。おー。あー、俺じゃおっさんだ。はい、じゃあ君。はい。はい。汚ねえな。いやいやいや、もうおっさんとかそれ以前じゃん。え？いやいや、なんでそんなぐちゃぐちゃなんだ。じゃあ、これ、花丸ってこうでしょ？いや、そうだよ。丸はちょっと真ん中はミスったんだよ。ちょっとこうやっちゃったの。で、外は花丸だからこうやっちゃったの。じゃあ次行きまーす。はーい。アイスクリームを描いてみて。なるほどね。はいはい、あ、これは俺でも描けるから。ほんとかよ。うん、アイスでしょ、だって。なんかちょっと下手だな。ちょっと俺も下手になっちゃったな。どの口が言うんだよ。大丈夫だよ、ずっと下手だから。いきます、次。はい、あなたが好きな人に振られる理由が分かりました。どういうこと。結果を見る。1段つまらない、2段遊んでそう、ソフトクリーム、空気読む。え、空気が読めないってこと。ああ、空気が読めないってことじゃないの。俺空気読めないのかな。空気読めなくて遊んでそうなの。遊んでそうで空気読む、最低じゃねえ。そうなの。なるほどね。はい、じゃあ君は。はい、はい、いやいや、もうなんでチョコ味なの。いや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 、なんでチョコ味なんですか。で、これは一段だから。一段、これで一段だから。いやいや、あれ、いや、そう、あれ巻くやつだから。俺はストレートで、ストレートにならないから。なります、なります。僕がアイス作る時いつもグーンって食べるんですよ。一段になるんですよ、大体。チョコ味で一段はもう測定不可能だよ。はい、次いきます。はいはい、大きなリンゴの木です。売れたリンゴは何個落ちてる？ああ、リンゴが何個落ちてるか。ああ、そういうこと。はい、まあ、もう直感でいいんでしょ。はい、行きます。はい、回答する。うん、はい、あなたがどれだけ浮気できるかがわかります。はい、結果を見る。はい、落ちたリンゴの数、あなたが一度に付き合える人の数。うっそ、俺こんだけよ。俺こんだけよ。5人もいける。5人いける。いや、俺も1人でもギリだよ、だって。一人でも全然。あ、なるほどね。そうですよ。うん、はい、君。はい。いや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 、お前もうプロじゃん。プロ浮気ニストだよ、お前。浮気ニストってなんだよ。プロ浮気ニストだよ。これはもうお前ボケに言ってるだろ。いやいや、でも本当にだってリンゴ、大きなリンゴって言ってんじゃん。それからやっぱりリンゴいっぱいあった方がいいかなと思って。いや、すげえな、この日本の少子化止めれるわ。はい、次いきまーす。はーい。お祭りで買った食べ物、棒の先には何がついてる。ああ、なるほどね。へえ。はい、リンゴ飴。ああ、そっちね。え、うん、はい、回答する。そっち。あなたがエッチに求めるものはこれ。なるほど。え、何。結果を見る。はいはい、細長いもの、テクニック。大きいもの、安心感。太いもの、刺激。その他、恥じらい。じゃあ俺は恥じらいを求めてんだ。大きくもないもんね、細長くもない、太い、まだその他か、恥じらいだ。どういうこと。だからちょっと恥ずかしながらやるってことなんですか。あー、電気消すタイプね。あー、なるほどね。恥ずかしいよ、その暴露が恥ずかしい。はい、じゃあ君。はいはい。何これ。え、ちょっと待って、はしご。いや違う違う違う、キャタツ。違うよ、お前バカだな、お前。これはあれだよ、キャタツじゃん、これ。ちげえよ。何これ。巨大の肉売ってんじゃん。巨大の肉。カルビとかのさ、でっかい肉。あー、牛串ね。あー、それそれ。牛串ね。それだよ。じゃあテクニックじゃん。細長い。じゃあ細長い。あ、でもちょっと太いっちゃ太いな、でも。え、細長い。テクニックと安心。安心感。あー、刺激。あー、大きいものか。あ、そっか、全部。いやいや、柱以外全部。泥棒を捕まえた、どうやって縛っとく。あー、逃げられないね。あー、手を本当俺後ろに縛りたいんだ。あ、なるほど。手と足をとりあえずやっとけば、まあまあ、警察が来るまでは。なるほど、なるほど。はい、回答する。あなたが心配性かどうかが分かります。はい、結果を見る。
身動き取れない縛り方をしたほど心配性で空回ることを恐れています。あ、まあじゃあそうなのかな、ちょっと心配性なの、まあ身動きと、うん、まあそうだ、ちょっと心配性ぐらいかな。なるほどね。はい、じゃあ君。はいはい。いやいやいや、もう死んじゃうよこれ。だって逃げられないしね、逃げるじゃんこいつらは。でしょ、もう下手したら死ぬぞこれ。だって逃げられないしないと。めちゃくちゃ心配性じゃん。これプロだからこの人たちは。まあそうだね、もう逃げられない、ガッチガチにしとかないと、ね、これ逃げられない。じゃあ心配性で絡まることを恐れてるんだ。うん、そうかもしれないね。あ、確かに確かに人通りとかあるかもしれないね。黒ひげ危機一発目刺される前じゃん。はい、次。ウサギの絵を描いてみて。え、ウサギね、そんだけ。はい、うん、ウサギ、うん、回答する。あなたのメンヘラ度が分かります。結果を見る。はい、はい、耳が立ってる、元気いっぱい。おお、元気いっぱいだ。いい、耳が片方垂れてる、たまにやむ、うんうん、両耳が垂れてる、超メンヘラ。じゃあまあ元気、じゃあ俺元気。確かにピーンとしてるもん。ピーンとしてるから。なるほどね、うん、はい、はい、んポケモン。いやいや、ポケモン、ウサギでしょ。どう、これなんか下手な人が描いたピカチュウじゃないの。違うよ、ウサギだよ。まあでも元気いっぱいは元気いっぱいだね。そうでしょ、だからいいね。なるほど、まあじゃあメンヘラではないんですよね。僕らオッケーなんだから。ポケモンじゃねえかよ、ウサギだから。はい、これを使って何か書いて。うわ、まあ、自由度高くね。ちょっと難しくないですか。自由度高いね。あ、まあ直感でいいんだもんね。うん、はい、よくわかんない。トゥース。トゥース。はい、いきます、回答する。はい、はい、あなたの秘密がわかります。結果を見る。あなたが人がいないときこっそりしていることです。いや、してねえよ。いやいや、なんで俺こっそりトゥースしてんの。いやいや、一人トゥースは別にしてないですよ。別にしてないです。一人ごととかは言うけど、一人でトゥースの練習しないでしょ。すごい笑顔でやってるでしょ。トゥース。いやいや、してない、してないよ。やったことないよ、一回も。あ、そう。やったことない。あ、そう。はい、はい、じゃあ君は。はい。はい。いやー。いや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 。それこれのセカンドチャンネルです。これのセカンドチャンネルです。これ何をしてんのこれ。ここにあの火の玉をボッと出して、火を出していやーってやってるわけですね。いやいやいや、もうそっちの方が意味が全然。一人で何してんの。いくら暇でも一人でボーン、いやーわ。もうやばい、もう意味が全然分かった。一人で火つけていやー。そうです、そうです。やべえな、やべえだろ。もう地球人じゃねえ。結構やべえだろ。発想がもう地球人じゃねえ。友人が桃をくれました、うん、その桃の大きさを描いてみて。まあなるほどね、まあ手のひらサイズですね、僕は、うんうんうん、はい、あなたの好きな○○○がわかります、うん、はい、出た。出たな。またこれかよ、おっぱいシリーズ。そのままあなたの理想のおっぱいの大きさです。あーあー、なるほどね。じゃあ手のひらぐらい。手のひ、まあそうかもしれない。あ、はいはい、君は。はい、はい、でかい。いや、でかいし、なし。桃つるかけんだと思って。でかいし、なし。見てから分かった。でかすぎだろ、お前。じゃあ桃、そんなおっぱいない。いやいや、お前もうボーリング玉ぐらいあるじゃん、もう。いやいや、こんなんだよ、なるほどね、両手で。でかすぎるね。出たー。もうやっぱ君はやっぱでかいのがいいんだよ。なるほどね、巨乳好きなんだね。俺はだから程よいぐらいが好きなんだよ。だから普通ぐらいが好きだ。目の前にお花が咲いてるよ。何本咲いてる。はい、なんか一本ドーンっていうイメージ、なんとなく。なるほどね、うん、はい、回答する。 あなたの丸々の人数が分かります。結果見る、うんうん、あなたが人生で付き合う恋人でもう終わっちゃったよ。終わっちゃった。早めに終わっちゃったの。もうゼロじゃん。前回いた時点でもう俺これからゼロじゃん。あ、そういうことか。ええー。あー、じゃあもう一緒ないんだ。やめてくれよ。なるほど。いるいる、いて、頼む、いて。すごい、心からの、心からのいてがでしょ。はい。はい。次は、もう無限大。いやいや、だって花畑見えてたんだよ。あ、そういうことね。もうすごい希望に満ち溢れてるな、お前の人生これから先。花畑イメージしたらこう書いたんだよね。いやいやいや、しかも花、これ花。それはいいじゃんよ、だって難しいから。花の絵はさ、もう無限大だな。タンポポみたいになっちゃったね。むちゃくちゃいるな。
うらやましいわもう。はい、そんな感じでお絵かき心理テスト2やってみたいでございました。これ面白いね。面白いね。面白い。でこれさ、まだまだあんだよね。前回の1も後半あったりしたから、うん、あーそういうことやれてはいないから、それどうしようか、ね、なんかでも結構面白いなと思ったら何個かあったんですよね。あ、ほんと、うん、うん。まあまあちょっとまあ、うん、やれそうだったらもしかしたら1の続き2の続き、ね、もしかしたらやるかもしれないですけど、はい、またその状況次第で決めたいと思います、うん、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。絶対チャンネル登録お願いします。明日も楽しもう。またね。